峠これって書いてある。田淵峠なんで止まっちゃうんだろうね。まったくこのアンドロイドダメだわ。録画に使用していた機材が熱で落ちてしまい、録画していたものが消えてしまい、泣く泣く再録画しました。どうにか頼むよ。93号線ね、県道辰岡橋南の交差点から。場所はここら。作詞身分。
遠い地点だって。日本一、一番海に遠い地点だって。
峠過ぎちゃった。また機材の調子がおかしいので撮影を一旦終了してから再スタートしました。ね、今林道東山線ところでちょっと止まってみました。はい、もう田口峠はもうすぐ近いと思いますけどね。はい、もう田口峠過ぎちゃった。あ、田口峠まだだ、まだだ、まだだいぶ先だわ。峠過ぎれば下仁田の方に抜けられるからな。まあ途中途中切れちゃってもしょうがねえよな。これはまた楽しみだ。ログハウスもね、93号線県道、ところどころ止まっちゃうけどしょうがねえな。これはもう携帯の温度だからな、つけなきゃしょうがねえんだ。暑い時はしょうがねえ、これ暑い時はあんまりいけねえな。
田口峠から向かいます。これで下仁田の方に向かっていきます。この先カーブが連続します。こっからがなんかすごいカーブみたいなので、カードが挿入されていません。ちょっとニュートラでブレーキのみでいきます。暑くなっちゃうけどね。ちょっとエンブレ使わねえとやっぱダメだな。こっからがくね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 してんだよね。さっきのとこはくねくねしてたのか。こっからだな。よし、荒船の方行くのかな。
林道沖ノ沢線ってのあるんだ。林道があるんだ。通れなかったらか。ああ、やっぱりいろいろ迂回路があるんだね。迂回路があるんだ。だからあそこ車じゃ通れないな。バイクだったらいいけどな。いやー、これ窓ガラスが真っ黒けってわかるな。すいません、見づらくて。このぐらいで走ってるのが一番いいけど、明るくなっちゃうとな。だから大体このぐらいがいいな。このぐらいの明るさが一番いい。明るいとこ行っちゃうとバッと真っ白けになっちゃう。
い、また走ります。ちょっと今写真撮ってたんでね、はい、よいしょ。いやー狭いね。カードが挿入されていません。いや道が狭いです。走ってる人いたね。牧村来ました。よし、まだあれだ、93号線だ。牧村に出た。まさかですね。馬坂って書いてまさか。まさか。なんかあるんだな、名前の由来が。
ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。エンド。